そうかもしれないなと。僕ね、隠し事みたいなの嫌いなわけ、俺、本当に。隠し事だらけだけどね、嘘まみれですよ。いじめてた。そう、いじめてた、パワハラ、モラハラですよ。課長さん、何を頼まれたんだろう。ちょっと、こっそり聞いてみましょうよ。どうすかね。やれやれ。何を頼まれたんですか、局長さんに。いやね、そこにほら、被害者の正しくの出来が、あ、なるほどね、早くこれね。手がかりになりそうな遺留品を全部提出しろって。ゴミ箱のゴミまで全部持っていっちゃったよ。じゃあ、もう正しさの遺品ここにないんですね。もちろん。残ったのはこいつだけ。なぜそれを渡さない。あかんって怒られる。だってこれ、書類の書き損ないだから。遺失物届け途中までしか記入されてないしね。遺失物、なくか残した。ID かな。ID かな。ID なくしてたんじゃないかな。それが何とかして現場を調べないとな。じゃあ、ここのおっさんに、捜査の許可。ところでお願いがあるんですけど、ああ、何珍しいね、なおちゃん、お願いなんて。証拠開始の調査をさせてもらえませんか。どうだ、いいって言うかな。いやって言いそうだから。なるほどちゃん。すいませんでした。結構であります。僕さ、そんなね、ケチな男じゃないよ。え、いいの、ええんすか。誰に騙れても5000円までなら貸すし。全然問題ないよ。好きに調べてくれて。え、いいんすか。確かに言ってみるもんだね。じゃあ、そこのちゃんこれ貸してあげるから。それ、店員さんの ID カードですか。お客さんよ、特別だからね、なくさないでね。頑張っ、なくさないであります。なくさないであります。はい、ありがとうございます。突きつけるがなくて楽でした。胸につけちゃった。本物ですよ。嬉しそうだね、確かに。好きそう。本館が入れてあげますからして、証拠館に着く。あかねちゃん、これ。で、行こうか。ちょっと、一応不安なんで。何があるか分からんすからね。また地獄見たら終わりですから。さあ行こう。もう材も、あれ？もういいのかな？結局材門の許可は必要なかったのわけか。ガント局長さんに ID カードも借りてきたし。さあ張り切っていきましょう。罠に引っかかんなよお前。開かない。あ、カード端末の電源オフになってるぞ。もう警備員さんちゃんと仕事しましょうよ。おやおや、はい、来てきた。来た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 。来たぞ。待ってたよ。めっちゃ待ってたぞ、十分。ザイモンさん、やっぱりこの人か。なんだい、その、やっぱりこの人が、みたいな目はしてるよ。私の鳥、ここは俺のサルーンさ。私たち、現場を調査したいんですけど、いいでしょ？ほう、その胸のカード。新世界へのティケットです。ティケットです。いいさ、殺人現場で開拓者気分を味わってくることさ。あ、ありがとうございます。カードリーダー電源が戻った。ついでにお話を聞かせていただけますか。悪い外部、君たちの相手する気はないさ。やっぱり忙しいんすか。そんなことは言ってないだろ。相手をすべきはない、それだけのことさ。やれやれ。もう弁当やるって。ほらもう弁当やるって。ほら、ベボや、ほら、弁当やるわ。な。この匂い。テキサスを思い出すぜ。ザイボンさん、テキサスの人だったんすか。この間テレビで見たさ。ベイビーからの差し入れかい。でよ、ベイビーから差し入れです。こいつは。どうしました？フィレ、ステーキ、弁当。そうか、そういうことか。何を一人で納得してんの。まあまああげるよ、それは。どうなん？おらえばみな、あんたの勝ちだ。なんでもぐ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 聞いてごく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 。なんやねん、もう全部食べ終わってから喋れや。どうやら？ああ、そうね。さすが。お京さんさすがですね。お京さん大好きですわ。お京さん大好きです。財務さん、商工会室の警備を担当してるんですよね。誰にでもできるありがたい仕事さ、よく知ってるね。留置所の灰原巡査から教えてもらいました。ああ、会社の坊やが、
2回に1回は自分の名前ハイバラと書き間違える。アイちゃんね、彼はこんなことも教えてくれました。事件があった時あなたは警備室いなかったと。どうしてよ、こんなこと言っちゃまずいが、今から2年前捜査官から外れてから見た目ほどやる気満々ってわけじゃないんだよ。まあ、だろうな。そらそうやな。何をしてたんですか、事件が起こった5時15分後。さあね、ジップコチーズ号で街灯をキャロップで流してるから何言ってんの、何を言っとんの、まあ、いなかった。とりあえずここは人間は必要ないのさ。最新の機械たちはきちんと見張ってくれるらしいからね。最新の機械、防犯システムと機械か。ステーキの横の茹でたブロッコリー、次に苦手だ。お京さんから来ました。ザイモンさん、2年前まで捜査官だったんだって。事件現場のブッシュワーカー、公園にうずめた夢の跡さ。今も調べてるんですよね、 SL95 事件。お京さんと、あれは俺の事件だった、確かに気合入ってたもんですよ。記録上の上では解決しているお得意のイカさんはポーカーさ、しかし俺は納得できない、それだけのことだよと。うん、真犯人がいるんでしょうな。確かにね、教えてくれるのかな、多分教えてくれなそうですね。知らないことがだよね、教えてくれないよな。それにある事件は2日前、今度こそ完全に信じもった。2日前、事件があった日ですか。そう、証拠品の申し送りさ。ミスリゲも言ってたな、申し送り。申し送りって何なの、すいませんけど、そもそも申し送りって何ですか。関心な解決した事件の証拠品だけが眠っている。それぞれの担当捜査官の管理に2年間ここに保管されると。はい、万が一解決が間違っていた場合、再捜査のためにね。じゃあ2年経った証拠品はどうなるんですか。警視庁の地下倉庫で永遠眠る。へえ、じゃあもうそこから出されることがなくなるのか。へえ、なるほどね、そういうことか。じゃあ2年間保管してなかったら、もうその証拠品は使えることができないってことか。なるほどね。申し送りはそう、事件の葬式。ああ、開始から2件が経過したとき、その事件は完全に終わってしまう。ああ、まあ、時効があっても関係ないってことか。もう追跡捜査することはできない、永久に。はあ、なるほどね。そして SL95 事件は2日前死んだわけかと。俺が知ってる機械はとりあえず2つ。とりあえず、たくさんあるからね。いただのバンビラ、俺にとって機械は、ステーキの横の出たカリフラワーの次苦手だと。まず分かりやすいは防犯カメラ。腹ばい巡査もいてたな。数時間ごとに異常がなければ強挙されちまうらしいけど、そのカメラ映ってたんですか、灰原巡査と正しき捜査官が。多分ね。多分。あ、ID カードね。そう。持ってなかったんじゃないの ?ID カードを使うと記録が残る。ありがちだが分かりやすい。確かに。これが ID の記録仕様。あ、あれ？あれ見たことあるナンバーが。おっと、これじゃ見せれないな、バンビーナ。え？こいつは事件に関係するか。俺は聞かされてないからね。なおさ、今の記録、見覚えのあるナンバーが。え、見てない見てない。いや、待って、見てない見てない見てない。見てない見てない。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、使わさ。どっち？こっちか？あ、じゃあやっぱりこれか。これしかないっすもんね。ちゃんと見てなかったっすよ。これ見てください。被害者の ID カードなんですけど。ああ、確か現場の地下駐車場に落ちていたな。こいつの番号なんですけど、584-2189です。ザイモンさん、さっきの記録、ID の資料記録を見せてください。584、え、どういうことこれ、5時14分に入っとるぞこれ。いや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 、だって5時14分はあっちでしょ、検事局のところで殺害があったんでしょ。どういうこと、2個あるとかねえだろうな、まさか2個あるとか言わんよね。使用された記録は5時14分、事件が起こった時間。まあ、だから警察局でしばかれたのは間違いないってなりますよね、これだけで見ると。しかし ID カードはこの1枚しか存在しない、コピーしてるとかないよね、最新技術で。やっぱり事件があった時間、正しき証拠保管室か。でも待てよ、灰原巡査はこう言っていた。いや、
そうね、そうなのよね、そうなのよね。そうね、ナイフ向けてきたんだよね。どうなんすかね、そうやったら出してもいいもんね。そうそうそう。そう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 。オーライカーブ、あんたの勝ちさ。この記録、あんた、あ、そうそう、ありがとう。めっちゃ助かります。持っていそうな人物に見せた方がいい。そうね。あ、そうそう、紹介して、調べよう。そうね、そうっすね。突きつける後編続くか。ちょっとワクワクしてきたな。ワクワクしてきましたよ。ワクワクしてきてます。ワクワクさんです。2月23日、某時刻、証拠保管室前、警備室と。ワクワクが止まらない。そうだね。もう一つの殺人現場か。じゃあ入ろう。もう話すことはない。もうええやろ。お前とはもうええやろ、喋ることは。2月23日、某時刻、証拠管室第3号室。静かだな。捜査終わってるみたいだ。証拠、紙これ一つ紙、お墓というより死体置き場だよ、このムード。紙、紙がはみ出てる、わかりやすい。あ、伊藤の子さん、これ。おったんかい、びっくりするわ。おったんかい、ごめんなさい、悪霊かと思って。芝いたの。いやいや、もう公務執行妨害捕まるぞ、ほら。とにかく本当っすね、さっきの話は。もうか借りたん、いいよって言ったよ。本当ですよ。ガント局長、5000も貸してくれる、50万頼んでも。そっちっすか。今日は自分捜査班長を任命されていたっす。1日だけですわ。1日班長さん、アイドルみたいやな。なんでよ。とりあえずこれ持っておくといいっす。ああ、なるほどね。一応見るか。何があるかわからんからやな。まあそうか、まあこれも結婚があるってことでしょうが、まあ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 話からっすね。そうっすよ、名誉な任務っす。なんせ警察局内発生した殺人事件っすからね。確かに名誉な。一人ぼっち、他の人たちは昨日の捜査をもとに明日の法廷の準備をしてるっすか。もうお前捜査外されてるやん、外されとるやないか。しかも一日班長みたいなんで、おい、こら。いいように使われてるわ。担当捜査官の座をもぎ取ってこの事件を眠らせてみるっす。眠らせるってことは解決するってことでいいのかな。自分の証拠保管庫に。ちょっとうまいこと言ってんな。はは、そりゃそうっす。自分は刑事っすからね。自分しか解けない、開けない保管庫をバチ、あ、そうなの。自分にしか開けられない。そうなんだ。まあまあまあ聞いていこう。自分は三つで拳銃を信じてるっす。何があっても俺も信じとるからな。そういえば今査問会に出頭してるそうですね。今日の法廷の失態について責任を追及されてるはずっす。そうですか。こいつは運命というやつかもしれないっす。三つで拳銃はまだあの事件のことから逃れることはできてないっす。 DL65 事件か。あれ聞いてないっすか。SL95 事件も何、三つで関係してるんか。マジか。三つ家にとってあれが始まりだったっす。もう少し詳しく聞き出せないかな、こう。DL65 事件と SL95 事件っていった時系列に言ったら SL95 事件の後だよね、もちろん。ここは見た目以上にハイテクっすからね。保管庫はそれぞれの捜査官しか開けられない。あ、そうなんだ。この ID カードを使うんですか。 ID カードをなくすことがあるっすからね。マジか、なくしすぎだ。まあそんな自分でも右手を落とすことはできないですから。指紋ってことか。指紋認証か。自分が開けられるのはあの他